変速機。本校では自転車における変速機について解説する。自転車においては操作機構も含めて説明することが不可欠であるため、それについても本校にて取り扱う。原動機のある他の乗り物と同様、駆動力となる回転運動を何らかの機構により、走行に適した回転数及びトルクに変換し、車輪へ伝達する装置、または機構を指す。 原動機のついた多くの乗り物は、その回転数を減速して、トルクを増すのに対し、自転車は増速、加速して、トルクを減少させる。自転車の場合、人間の足、稀に手など、の発揮する筋力と体重によるクランクを回転させる、力が原動力となる。原動機に比して、回転は遅く、力、トルクは大きい。ここで言う、トルクが大きいは、 車体と積載物、そして乗員の重量を加速するのに要する力の比率を指す。そこで変速器を利用してクランクの回転角に対するホイールの回転角の比率を変換して必要な車輪の回転数と取るを得る。単に駆動系においてこの回転数変換を単一の機構で行うシングルスピードだけでは変速器とは呼ばず何らかの人為的な操作によって この回転数変換の比率を任意に変更する装置、機構を日本の自転車では一般に変速機と呼んでいる。欧米においてはこの意味での変速機がなくてもドライブトレインシステムとして単速、多段変速に関わらず包括的に故障する。英語記事を参照。自転車における駆動力の伝達方法はチェーン、ベルト、シャフトなどが挙げられるが とりわけ大多数をチェーンによる伝達が占める。チェーン駆動の場合、変速は直径の異なる歯車にチェーンを掛け替えて行うが、この掛け替えを行う機構を指して、特にディレイラー、英語で脱線機の位、鉄道用語でもあると呼ぶ。その他の駆動方式、またはチェーン駆動を含めて、チェーンの掛け替えではなく、歯車を切り替えて変速を行うものもあり、 この場合は内装変速器と呼んで区別する。これに対するディレーラーを外装変速器と分類することもある各項目で小説。この機構を操作するための人間の変速動作を伝達する機構を指して、またはこれも含めた機構全体を変速器と呼ぶこともある。スポーツ自転車に多いが操作部分のみを指して、特にシフター、またはシフトなどと呼ぶことがある。 自転車の場合、ある変速比に気候を維持する、すなわち位置決めの機能もこのシフターが受け持っている場合が多い。変速機構全体を電動で駆動するものも登場している。電動アシスト自転車も、原則的に乗員の動力、こぐ力を加えないと、電動モーターが動かず、アシストを切れば、普通の自転車と同じなので、外装、内装を問わず、 一般と同じ変速器を搭載している。自転車における変速器の変速比の選択、いわゆる段数は、一般車に多い2、3段程度から、スポーツ車の20から30段前後に及ぶものまで、幅広い。スポーツ車は、クランク側と車輪側それぞれに変速器を持ち、この掛け合わせにより、段数が飛躍的に多くなっている。ただし、歯車比は、 必ずしも最上段から最下段まで綺麗に並んでいるわけではなく、二つの変速器の組み合わせによっては変速比が重なる部分もあるため、この操作が時に競技における優劣を決するテクニックとなっている。19世紀に登場したペニーファージング型自転車は、駆動輪である前輪がそのままクランクに直結している。19世紀後半に安全型自転車が登場すると、 チェーン駆動により、クランク側と動輪側の歯車比の違う駆動方式になった。これが講義で言うところの、クランクと動輪の回転数の違う変速機構を持た、初めての自転車となった。これにより、複雑な機構を持たない最も初歩的な変速機能が実現した。動輪の両面に大きさの違う歯車を取り付け、変速したい時には動輪を外し、 裏返して選択するので、ダブルコグという。21世紀現在でも一部の自転車に使われ、続けている。この頃の自転車はまだ、クランクと動輪が連動していた。つまり、フリーホイール機構を持たないものであった。19世紀後半から20世紀初頭、自転車においては、初めて、フリーホイール機構が考案された。これは、駆動トルクを一方向。 前進方向のみに伝達し、駆動トルクを加える、クランクを回すのを埋めると動輪はそのまま空転する、機構である。フリーホイールなしに変速機を構成したとすると、走行中に変速操作をした途端に、クランクの回転数が突然変わるばかりか、変速機の歯車が破損する恐れもある。また、後に登場する、チェーン掛け替え型の外装変速機は逆回転での、トルクが、 原理上かけられないため、フリーホイールは不可欠となる。この機構は自動車やオートバイにおけるクラッチ、ワンウェイクラッチの役割に相当し、スムーズな変速や滑らかな乗り心地、変速機の保護を実現している。初期のフリーホイールに関する特許は、1869年にアメリカで取得された。その後、イギリス、 ドイツと各国で改良が重ねられ現在のフリーホイールが完成していく。まず内装式の変速機が1900年代に登場する。重量が大きい、信頼性に欠けるなどの欠点もあったが1936年にスター・メイ・アーチャー社が O-3 を開発して品質は向上した。対して外装変速機の開発は内装に比べて遅れた。 内装に比べて複雑な機能が露出しているので、舗装路の少ない当時の道路状況では、壊れやすく頻繁なメンテナンスを必要としたことも挙げられるが、何より、当時の自転車競技の世界では、変速機は、女性や子供が使うものという観念が強かったからで、ある。ツールドフランス創始者のアンリ・デ・グランジュも、そのような考えを修正持っていた。ツールで、 変速機の使用が認められるのは、デグランジュがディレクターを辞した1937年からで、ある。フリーホイールと O-3 内装変速機を共に搭載し、現在まで続く一般自転車の基礎的な形として、完成したのが、イギリスのロードスター型自転車である。その後、自転車の普及と自転車競技の交流に伴って、外装変速機は、 様々な試みが行われ、基本的な構造、すなわち重ね合わせた大小のチェーンリングないし、スプロケットの束でチェーンを横に移させることにより、変則させる仕組みが、第二次世界大戦前後に定着した。そして、サンプレックス、ユーレ、シクロ、ゼウス、カンパニオーロなどのメーカーが現れる。当時のリアディレイラーはクランクを逆転させて変速する、ものであったが次第に改良が加えられ、 逆転の必要がないスライドシャフト方式、さらには変速性能に優れたパンタグラフ方式へと徐々に、かして1971年にカンパニオーロ社よりヌーボレコードが発表され現在のリアディレイラーの基本設計がほぼ定着する。この時期で前のギアが2段、後ろが5段変速が一般的だった2018年現在の最新機種ではリアはロードバイク向け、 m t b 向けともに最高12段。シフターといえば、ダウンチューブに取り付ける小型レバー、ダウンチューブシフター、しばしばダブルレバーと呼ばれるが、中心の時代が長く続き、ドロップエンドに取り付けるバーエンドコンドーラーや、フラットハンドル向けのサムシフターなども現れたものの、その圧倒的なシェアには変わりがなかった。また当時のレバーは無段階に動き、 フリクションというレバーの引き具によるディレイラーの位置決めは、ライラー各人の管に頼り、それを熟達しているかが勝敗を決めもした。しかし初心者には使いづらく、ちょっとしたことでギアを変速し損なったり、お隣がすことも多かった。当時はコンポーネントこそ存在したものの、フロントディレイラー、リアディレイラー、シフターを個別で使用する場合もあり、違うメーカーの変速機の互換性に対応するために、 ある意味では調節の許容範囲の大きいフリクションでないと不都合だった。ロードレースはこの状態がしばらく続いた。1973年に日本のシマノが新たに外装変速機の位置決めシステムとして開発したポジトロンシステムを利用した自動車のギアセレクターを模した変速レバーが1970年代後半以降 ジュニア向けスポーツサイクルでに急速に普及していった。詳しくは、少年用スポーツサイクルを参照。当時は、変速時に、カチカチ音がして、しかもバカでかい変速レバーがついて、まるでおもちゃみたい、ジュニア用なら、ともかくレース用に使える精度、サイズのものは作れないとの意見が、業界の大勢を占めていた。それに対し、マノは地道に精度の向上、小型化に向けた開発を続け、 ロードバイク用の変速システムとして SIS、島のインデックスシステムを1983年に開発。さらに1986年にはマウンテンバイク用の SIS を市場に投入した。当時フラットハンドル用のシフターはサムシフターが主流だったが、これは従来のフリクションでは荒チ地での変速が、おぼつかず、確実な変速が求められた。 この要求に応える形で開発された SIS では、レバーが段階的に動くため、あらかじめ調整しておけば必ず正しい位置にディレイラーを移動させることができ、飛躍的に操作が楽になった。またこの頃から、スプロケットの段数も一気に増えていく。そして、シマノは1989年、旧来のサムシフターに代わり、STI、 シマのトータルインテグレーションに基づくマウンテンバイク用シフターラピットファイアを発表。さらに1991年ロードコンポーネントにおいてもこの技術を活かしブレーキレバーによってシフティング操作することでハンドルから手を離さなくとも変速できる画期的なデュアルコントロールレバーを開発した。これを覆う形でカンパニオーロもほぼ同機能を持った。 エルゴシステムを開発。これらの登場により、ダウンチューブシフターは徐々に廃れ、ロードレースの世界から姿を消した。またフラットハンドル向けのサムシフターも、後発のグリップシフトや、ラピッドファイヤーなどといったシフターに刷新されていった。外装変速器の駆動を、変速器とレバーの間のケーブル張力ではなく、電動などの仕組みで行うアイデアは、1979年に、 丸石自転車が電動変速システムとして、ヤングホリデー PC スーパー 5FFP、1980年ヤングホリデー PC スーパー6などを発表したほか、1993年にマビックが ZMS を発表するなど、20世紀中にもいくつか実装例が存在しているが、2000年代に入ると、技術の成熟に伴い徐々に電動化、コンピュータ制御化が進んだ。 2001年にはシマノが電動、コンピュータ制御で変速機を駆動するシステムとしてシステムを発表。翌2002年に発売された同社のシティサイクル向け、コンポーネント、ネクセイブの上位モデル DI に搭載モデルが設定され、その後2009年には同社のデュラエースにも DI に搭載モデルが設定されるようになった。カンパニオーもこれに対抗して2010年には、 電動コンポーネントを発表していほか、イタリアの地祖も2012年に12足、電動コンポーネントを発売している。さらに2015年には、それまで電動コンポーネントの市販を行わずにいた SRM が、電動かつワイヤレスの変速システムを UCI ワールドツアーに投入。ただし変速機とレバーの間の通信方式等の詳細は、開示されていないほか、市販予定も、 未定となっている。なお、シマノのネックセイブは、単に、シフト操作を電動化したにとどまらず、サイクルコンピュータと連動して、現在の速度や、ペダル動力等を検知し、フルオートマチックで変速を行うことが可能となっているが、従来の変速機と比較してかなり高価なことや、既存の自転車の変速機のみを置き換えることができない、ことなどがネックとなり、普及には至っていない。 内装変速機の開発のスピードは外装変速機の発達に比べると遅かった。変速機がハブ内部にあるため部品交換に車輪を組み直す手間がかかること、そして競技用用途としての変速機が早い段階か外装変速機が主流となったので最新技術が常に求められる需要がなかったからと考えられる。すでにスターウェアアーチャーが5段変速。 7段変速の変速器を、ザックスが12段変速の変速器を出してはいたが、前者は操作性では、往年の O-3 ほどの完成度はなく、後者は生産中止となった。その中で、シマノがインター7を発表。続いて、ザックスを吸収した SRM が参入し、ローロフが14段変速の内装変速器を開発する。 台湾のサンレース社に吸収合併された新生サンレーススターメイアーチャーもオーバーロックな寸法が 120mm から調整できて使用できる8段変速を開発している。自転車の変速機ではクランク、またはリアハブのスプロケットに取り付けられた波数の異なる歯車にチェーンを掛け替えるか、ハブなどに内蔵された有性歯車機構のギア比を変更することによって即する。 前車を外装式、後車を内装式と呼んで区別する。ハブギアなどとも、優勢歯車機構を内部で密封しているために、泥汚れに強く耐久性がある。また停止時にも変速ができるので、交通量の多い市街地を走る自転車に向く。また一部ではあるが、チェーンの張力が一定のため、チェーントラブルが少ないのが特徴。欠点は、外装変速機に比べて、 重いことと変速段数が限られること、伝達効率が数落ちることである。後述の外装変速機でスプロケット間の掛け替えができない、ベルトドライブシャフトドライブの自転車では内装変速機を用いる。一般的な内装変速機の伝達効率は90から95%で、ギアごとの伝達効率の差が大きい。直結ギア。 変速比1.0がどれなのかは、メーカーによって異なる、島のインターさんは二足が該当。チェーンを外す、外して書け換えることから来た語である、ディレイラーの名でもっぱら呼ばれる、ダーイラーと綴られることが多い。ダーイラーはフランス語が元になっていて、英語でもダーイラーと表記される。ディレイル、ディレイルは脱線を意味する。意味的には全く同じものだが、綴りとしては、 ディレイラーは、鉄道の機器に使われることが多い。また、特にそれぞれを指す場合は、クランク側を前側であるため、フロントディレイラー、ハブのスプロケット側のものを後ろ側であるため、リアディレイラーと呼ぶ。フロントディレイラーが単純に脱線の機能のみ有して、いるのに対し、リアディレイラーは、チェンテンショナーを兼ねた構造となっており、一般に複雑である。フロントだけという構成では、 別に、テンショナーが必要になる。軽量で確実な操作が行えるが外部に機能が露出しているため泥などに弱く、また頻繁なメンテナンスを要する。ロードバイクなど自転車競技用の車種に向く。現在では、外装変速機はおおよそ、ロードバイク用とマウンテンバイク用とに二分されている。特に、リアディレイラーはその違いが顕著である。可動部分の傾きは、 カセットスプロケットの組み合わせに応じて設計されている。最小波数は11か12が多く製品差はないから、最大波数に合わせて作られる。またリアディレイラーの仕様として、キャパシティがあり、フロントも含めた最大波数と最小波数の差であり、チェーンテンショナーとしての対応範囲を表している。ロードバイク用は、MTB 用に比べ最大波数、キャパシティともに小さく作られている。 MTB の競技によっては、ロード用のカセットスプロケットとリアディレーラーの組み合わせが積極的に利用されることがあるダウンヒルなど、一般的な外装変速機の伝達効率は95%程度で、ギアごとの伝達効率の差は小さい。200ワット以上のパワーをかけた方が効率は良い。初期においては、ネジ状の軸上にある滑車をワイヤーで引くことで回転させて、 変速機ごと真横にずらす、フランスのシクロやイギリスのシクロギアなどで見られるに、本引き変速機が登場した。さらに、内装変速機のようにワイヤーにつながれた小さなチェーンで、竹の小ネを引き寄せて、変速機ごと真横にずらす、ユーレやサンプレックスなどで見られる竹のコ式変速機も登場した。いずれもその性能の他に、 自家道気候であるため自転車部品として安価な大量生産には向かないという問題があった。これを四節リンクの利用により解決したのは主にカンパニョーロの開発によるパラレログラム式であるパラレログラムとは平行四辺形のこと。パンタグラフと呼ばれることも多いが機構の気候の基下的にはパンタグラムのようなひし形ではなく平行四辺形である。 さらに1960年代にサンツアーが開発し特許となったこれを斜めに設置することで海岸上のスプロケットに沿わせてプーリーを動かすスラントパラレログラム斜め平行変形方式は1980年代に特許による独占期間が切れた後は他社もすべて採用しほとんどすべての製品が同方式になっている古典的な内装三段変則と 外装変速を合体させた変速機。主に折りたたみ自転車など自転車競技用以外のもの、または二人乗り自転車やリカンベントのようなチェーンが通常より長く途中にアイドラスプロケットを有し大きく脱線させることが難しい自転車に使われる。チェーンテンションがある程度一定でキャパシティを求められないこととフロントディレイラーを併用せずともリアディレイラーのみで 変速段数を稼ぐことができるために、リカンベントへの採用が多い。デュアルドライブは、SRM の商標、インテゴは、シマノの商標である。変速の指示を出す装置をシフターと言い、古くは、金属製のロッドで直接変速装置を動かしていた、ファウストコッピが使ったカンパニョーロ、パリルーベなど。現在の主流はワイヤでできた、筒状のアウターの中にワイヤ。 インナーを通したを用いて、インナーを動かすことによって変速装置を動かすワイヤー方式が主流である。電動式や油圧式の開発も盛んに行われている。前述の SIS など位置決め機構のついたインデックスタイプとついていないフリクションタイプとがある。2本の小型レバーをダウンチューブに取り付ける伝統的シフター。バンドをしてダウンチューブに取り付けるものと、 ダウンチューブにあらかじめ溶接されている台座に取り付けるものがある。レバー操作にはカチカチと一定間隔ごとに収まる場所のあるインデックスタイプと無段階にひねって固定するフリクションタイプがあるが、島のデュラエースは 7800K まではフロントはフリクション、リアはインデックスとフリクションを切り替えられるようになっていた。7900K でリアがインデックスのみになった。 長所としてはシンプルなため軽量かつ安価であること、耐久性に引いてていること、整備性、分解性に引いてていることが挙げられる。このため、和光を前提としたランドナーやスポルティーフでは、現在でも主流である。またフリクションタイプの場合は、リアディレーラーの厳密な調整が、不要、チェーンがきちんとかかっていないら自分でレバーをひねって、位置合わせすれば良いなので、多段化した。 リアディレイラーの調整を意図外交家の中にはあえてフリクションタイプのダウンチューブシフターを使用する例も見られ。短所としては変速の際ハンドルからいちいち手を離してダウンチューブまで持っていかなくてはならない点が挙げられる。これはレース中の局面、ダンシング、ダウンヒル、スプリントなどではインテグレーテッドタイプに比べ明らかに不利であり、現在では ロードレース用の競技車両にはほとんど用いられない。オフロード用自転車についても荒れ地走行中にハンドルから手を離すことは大変危険なので用いられない。しかし、今中大輔によれば STI レバーはハンドルの両端に重量物が付くため W レバーにベハンドル部の完成モーメントが大きくなり、選手の中にはそれを嫌うものも少なくなかったとのことで現在もあえて ダウンチューブシフターを選択する選手も少数ながら存在する。一例として、ダンス・アームストロングは、山岳ステージ用の車両で、フロントの変速のみ、ダウンチューブシフターを用いていた。理由は軽量化のためだと言われている。ただし当時すでに競技車両の最低重量が決められており、インテグレーテッドレバーでも最低重量を達成することは可能であったため、 今中は減滑技の可能性を指摘している。1991年にシマノが初めて実用化したブレーキレバーによって変速操作を行える一体型レバー。変速の際ハンドルから手を離さずに済むという非常に大きなメリットがあるため、プロ用から入門用まで非常に多くの自転車に取り付けられており、現在のレース機材には標準装備されることが普通である。 しかしやや重く内部機構が複雑な上に、ダウンチューブシフターに比べと効果であり、タイムトライアルバイクによく使われる、ブルホーンハンドル用ブレーキでは、シフト機構が組み込めないために、機械式のデュアルコントロールレバーは存在しない。ただずら ACE、DI-2 のような電動式デュアルコントロールレバーも登場し、2010年にはあらかじめ電線を内蔵したフレームも販売され始めている。 機能上フリクションで使えないためにインデックスタイプのみ。また、シマノ以外にもほぼ同じ機能を持った、カンパニオーロのエルゴパワー、SRM のダブルタップコントロールや、マノカエーのレバー、その他マイナーな独自形式が存在する。国内では、この種のシフターすべてを、デュアルコントロールレバーもしくは STI、シマノトータルインテグレーションシステムの略と呼ぶことあるが、どちらも、 シマノの商標である。日本国外で STI といえば多くは、シマノのデュアルコントロールレバーを指す。ハンドルバーの末端に位置するシフター。ダウンチューブシフターを専用台座でハンドル末端に取り付けた形態である。デュアルコントロールタイプが出現するまでは、ゴール前のスプリントにおいて、下ハンドルを握りながら小指で変速できる利点に着目されて使用された。 略称は、バーコンといい、ネット上では、こちらの方がよく用いられる。ハンドルから完全に手を離す必要はなくなるがやはり、手を大きく移動させなければならないこと、ワイヤーの取り回しが長大になることなどから、デュアルコントロールタイプほどは好まれない。レース機材としては、個人タイムトライアルやトライアスロンで、ドラフティング禁止のルールのレースにおいて、空力特性を高めるためにブルホーンバーや、 TT バーといった特殊なハンドルと組み合わせて使われることがほとんどである。特にタイムトライアルバイクについてはブルホームハンドル、エアロバーの組み合わせとなり、機構上デュアルコントロールレバーが取り付けられないため、バーエンドコントローラー以外の選択肢はない。有利な点は構造がシンプルで耐久性、メンテナンス性が高いことが挙げられる。 耐久性能に着目してブルベなどの競技ではないものに使われること、折りたたみ自転車のように、海外遠征の際に故障のスクを少なくするために使われることがある。島の製品の場合は、ロードレーサー用とマウンテンバイク用で、フロントディレイラーの規格が異なるため、ドロップハンドルの車両にマウンテンバイク用のクランクセットを用いる場合には、インテグレーテッドレバーではなく、バーエンドコントローラー、 あるいはダブルレバーを選択するしかない。インデックスタイプとフリクションタイプの両方がある。かつて、サンツアーが発売していたシフター。シーソーのような構造をしており、これをブレーキレバーの根本に取り付けることで手元での変速が可能となる。軽量でブレーキレバーを自由に選べるなどの利点もあったが、結局デュアルコントロールレバーには勝てず、サンツアーの終焉に伴い姿を消した。 急速や十速用に改造するためのキットも、元ンツアーの技術者が開発して販売している。なお、コマンドは、ンツアーの商標である。シマノも、シマノ A05 0で、コマンドと同様に、ハンドルバーにバンド締めで取り付けることができるシフターを供給しているが、安価な入門用ロード向けのパーツのため7速にしか対応していない。 ラピッドファイヤーは2本のレバーにシフトアップとダウンがそれぞれ振り分けられており、これを1本にまとめたものがトリガーシフターである。フラットハンドル向けでは圧倒的な指示を得ているため、単にシフトレバーもしくはシフターと呼んだ場合、フラットハンドルにおいてはこのタイプを指すことが多い。なお、ラピッドファイヤーという名称はシマノのトリガーシフターは SRM の商標である。 ちなみに、初期のラピットファイヤーは加工目のエクスプレスシフターと同様、シフトアップとダウンの両方を親指で行う方式であったが、その後、ラピットファイヤープラスとして登場した際の形式に置き換わった。登場から20年を経て熟成され、後から登場したデュアルコントロールレバーをも淘汰するほど根強い人気を誇った。フラットハンドル向けにもデュアルコントロールレバーは、 存在する。ブレーキをかけながら変速できるのが最大の特徴であるとして発売されたが、もともと操作性の良かったラピッドファイヤーやトリガーシフターをしのぐほどではなかったためユーザーから人気が得られず、なおかつブレーキレバーとシフターの単品を組み合わせるよりも高価であったことから販売不振が続き、リア10足コンポーネントから廃止された。発売していたのはシマノのみで、 こちらも STI と呼ばれることがある。3ツアーが発売していたシフトレバー。2本のレバーにシフトアップとダウンがそれぞれ振り分けられているのはラピッドファイヤーと同じだが現在のラピッドファイヤーが片方のトリガーを差し指で引く動作であるのに対しエキスプレスシフターは初期のラピッドファイヤーと同様両方のレバーを親指で押す動作で行う。ブリジストンサイクルと 前田工業が共同開発したシフター。可動グリップと固定グリップに分割したことを特徴としそれが基本特許となっている。シフトは可動グリップをひねることによって行う。グリップの根本に取り付けて使うため専用の短い固定グリップが必要となる。利点としてはシフト時に指を離すことなくシフトできるため安定感が非常に高いことが挙げられるが、 ブレーキを引きながら手首をひねるのが難しいため、ブレーキ中シフトが行いにくいのと一度に多段変速しようとすると手首の移動量が大きくなり、ブレーキから指が離れてしまうこと。現在はシマノもレボシフトという名前で同様機構のものを製作しているが、SRM もシマノ用のグリップシフターを用意している。レボシフトについてはフロントフリクションとはいえ、 無段階ではなく細かいクリックがあるリアインデックスの組み合わせ。ハンドルに取り付けられた1本のレバーを左右に回転させることにより変速する形式。主に親指で操作したことからこの名前がある。フラットハンドル用としては最も古く構造もダウンチューブシフターを専用台座でハンドルに取り付けたものに近い。構造が単純で軽量。 安価であるが、操作感で劣るため現在では、MTB ルック車に用されているのみである。SIS 開発前、1970年代後半には、すでに存在したから流通しているタイプなので、サムシフターに限りフリクションで使えるものもある。レバー部分が Y 字型になった、ウィッシュボーンシフターというバリエーションも存在していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。